Never judge people or anyone by appearances. Looks can be deceiving, or a rich heart may be under the poor coat. A wise man writes that I've learned people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget. How you made them feel. Then I say that judge people how they have made you feel now. How do you feel him or her in your heart? Judge people how they are in your heart. So is the same about God. You may judge God by his heart. どんな人でも見かけで判断してはいけませんよ。見かけだけでその人を判断すると失敗しますよ。つまりね、見かけが悪い人ほどひょっとしたら心の中は豊か。 とということかなで、ある賢人はこう書いていますよ。私はこんなことを学びましたよ。つまりね、人というのはあなたが言った言葉は忘れるでしょう。あなたがしたことも忘れるでしょう。でもね、あなたがその人をどう感じさせたかということについては忘れないものですよ。と。で、 私はこう思う思のです。つまりね人を判断するときはその人があなたをどう感じさせたかで判断しなさいよと心の中にいるその人はどんな人かなその心の中にいる人を見て判断しなさいよと人だけではありませんよ神もまたそうですよ 神もまた見かけて判断してはいけませんよ。神を判断するときもあなたの心の中を見て判断してくださいよ。広しはやハママ・スティ・ジャパン続く動画をご覧いただく前に もう一度最初から説明しておきます、えー、今度ウォートディズニー作品として公開される「美女と野獣」の一コマですでこれが野獣ということですね頭の角に注意してくださいこの角はバホメットの角を表現していると私林宏氏は反対しましたなぜバホメットなのかみんなカペラ・シツイナの天井画として描かれている まあミケランジェロなる画家が描いたとされるまあヤギの絵ということになります羊ではありませんそして左下がリオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵ですこの絵の中には大変奇妙な動物すなわちヤギが描かれていますこのような形で1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に ミケランジェロという操り芸術家を通してですね右上のヤギの絵を描きましたそして左下のやはりヤギの絵をですね今度はリオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形芸術家を通してこのような絵を描きましたこれからその事実を証拠を添えてゆっくりと証明しますがここに描かれているのは 一人の神、つまりイエス・キリストということになります。そしてその心はフリーメイソンからさらにその上位団体のイルミナティへとつながっていきます。が、なぜイエス・キリストはこのような像を自ら描いていったかそこには深いイエス・キリストの思いが込められていると私、林広島は考えています。人は 見かけけでで選んんはいけません同じように神を見かけで判断してはいけません続く動画をどうかご覧になってください Leonardo da Vinci and Michelangelo Buonarroti, both of whom were puppet artists for Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Then, both puppet artists left messages to us humans that Baphomet is Jesus Christ himself. Here it's my pleasure that I can show you the messages with which I prove that Baphomet is Jesus Christ Himself with evidence. One thing is very clear and important that you may not judge good people or evil people only from the appearance, nor you may. <About> God. ダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしてもルネッサンスの時代に現れた1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でしたそのダ・ヴィンチとミケランジェロは次のようなメッセージを私たち人間に残しました つまり、バフォメットはイエス・キリスト自身であったというメッセージです。この動画の中では、そのメッセージを皆さんにご覧いただくと同時に、証拠を添えて、バフォメットはイエス・キリストであったことを証明します。ただ、一つ重要なことは、人というのは善人か悪人か、 外見だけで判断してはいけないということです。紙にしても、また、しかり。広志林浜松市ジャパン。あの、アルバート・アインシュタインは、こう書き残しています。常識などと、 言うものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊であるとです。神を理解するためには、一度その常識をひっくり返してみる必要があります。今日の動画を進める前に、もう一度 この事実を確認していただきたいと思います。何度も説明していきましたが、ここが今日のポイントの一つということになります。ミケランジェロなる画家が発ったとされるペータ像です。このペータ像のイエスの向かって左側、右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコとできています。これはイエス・キリストです。その腕には、 このようなコブがボコボコボコと表現されています。注意深くご覧ください。そして同じコブを持った人物を同じくミケランジェロなる画家が描いたとされる、えー、カッシノの戦いの中に描かれています。向かって右下のこの人物、鼻かんりをつけたこの人物です。この人物の左腕に注意してください。 立てて反転して拡大してみますそうしますとこの人物も同じように腕にですね古文があることがわかります注意深くご覧くださいつまりこの中うな形で1500年後のイエスはミケランジェロという操り人形芸術家を通して左がイエス・キリストですから右の人物もイエス・キリストであることを示しました くく比較してくださいこの肘のところのコブそして上腕のヒレにも注意してください明るくしてみますとそのヒレがよくわかります繰り返します左がイエス・キリストですから右もイエス・キリストということになりますそして同じコブヒレを持った人物を1500年後の イエス・キリストのもう一人の操り人形芸術家であったダヴィンチなる人物を通して1500年後のイエスはこのスケッチ画を残しました。同じようにヒレが表現されています。ですから一番左がイエス・キリストですから中央もイエス・キリスト。そして右もイエス・キリストということになります。もう一度繰り返します。左下がピエタ像です。イエスですね。そして右下で 足の皮をベローッと履いているのがイエス自身ということになります。こうして小太とひれで、まあ、これらの人物がですね、繋がったということになります。で、2000年後のイエスということになりますけども、ここに描かれているのは、今から2000年前のイエス・キリスト自身と私、林博士は判断しています。というのも、 カッシナの戦いの右下に書かれているこの人物と、そして右のダビンチナルカカが描いたとされるこの人物は一致します。顔が同じです。二つに割れた顎。それから、まあ、頬、こけた頬、小さな耳、小さな小耳。そして、まあ、独特の鼻ですね。わし鼻、それから鋭い目。頬。それから耳の人のこぶもやはり特徴ですね。そして歯並びの悪い歯などが まあ、2000年前のイエスの特徴ということになります。まあ、今から500年前にこれらの絵が描かれたということになります。つまり、左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、その人物がカッシナの戦いの中に描かれています。繰り返します。頭には花冠をつけています。ここに描かれているのは12人の弟子プラスアルハですね。そして、 水の中からはユダの手が外に覗いています。カッシノの戦いはそういう絵だということですね。つまり左上の、左上のこの絵はイエス・キリスト、ダヴィンチ・なる画家が描いたとされています。中央はカッシノの戦いの中のイエス・キリスト、ミケランジェロ・なる画家が描いたとされています。そして右がベータ像です。ミケランジェロ・なる画家が、芸術家が彫刻したと言われています。 まあこうした芸術作品を1500年後のイエスが残したということになります。ここを確認してください。そして左がイエス・キリストですね。そして右はやはりダビンチナル画家が描いたとされるセント・ジェロームです。この両者は違いがないという点で同じ人物と私、林博士は判断しました。目尻の小さなイボですね。それから頬。 といった点を順に精査していきます。やはり小さな耳、小さな小耳、そから耳の下のこぶ、こうしたこぶですね。まあ、年齢差は大きくあるように見えますが、基本的には同じ顔です。同じ顔ですね。そして小さな、まあ、小鼻ですね。そから耳の鼻の途中が膨らんでいる、歯並びの悪い歯というふうに称号していきます。 つまり、このセント・ジェローム、右のセント・ジェロームはですね、まあ私は500年後の、まあ、いわゆるセント・ジェロームを表したものだと思っています。あるいは、1500年後のイエス自身の自画像だったということにもとも考えられます。繰り返します。左は今から2000年前のイエス・キリスト、右は今から500年前のイエス・キリストと私、林博士は判断しています。 まあ、このような形でイエス・キリストはですね、ルネッサンスの時代に、まあ、自分の自画像を残したということになります。えー、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は自分の自画像を1枚しか残さなかったというのは嘘で、彼が描いたと言われているほとんどの人物像は、自らの姿を、まあ、表したものだということになります、まあ。ここでは何を示しているかと言いますと、耳というのは大変個人差の大きい部位です。 がこの、その耳についても同じだということですね。まあ、そうした点に注意してください。耳の下の昆布、大きな頬骨にも注意してください。つまり、これら両者は共にイエス・キリストであるということです。年齢差はあります。しかし、同じだということですね。三拍眼、鋭い目、細い眉毛にも注意してください。目尻の小さな昆布ですね。から目の付け根のイボも,も一致します。中部からご覧ください。 つまりこれは人物は同じということですね。このような形で1500年後のイエスは自らの自画像を残した。ここで注意していただきたいのは左の人物がイエス・キリストであるということです。この人物と同じ人物がですね、アンギャリの戦いの中に出てきます。繰り返します。左の人物と同じ人物がダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中で出てきます。それについてはこの動画の中でもう少し後に説明します。左の人物に 注意してください。そして記憶に留めておいてください。まあ、ここではですね、左も右も、まあ、1500年後のイエスが自ら書き残した自画像であるという点です。そして、これらの絵をもとにデータベースの基本が作られて、私たちが知っているあの老人のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像が捏造されました。ともかくも左上がですね、これがダ・ヴィンチの描いた、まあ まあ、男ってことになりますよね。しかし、この人物に注意しておいてくださいね。そして、右が、えー、アンドレア・デル・デロッキョの書いたセント・ジェロームです。やはり、全く同じ,同じ特徴を兼ね備えています。写真のように聖地に書かれています。これが暗言の戦いです。下で頭から血を流して倒れているのが、これが替え玉のイエスです。手には聖魂が描かれています。隠し絵、騙しの手法で書かれているわけですね。頭のところに聖魂が描かれています。 これは替え玉のイエスです。替え玉のイエスが図らずも処刑されました。それに起こった、まあ、本物のイエスがですね、えー、ちょうど中央上で刀振り上,げ振り上げています。左の人物も同じ人物で顔が同じです。注意してください。そして先ほどの私がイエス・キリストといった人物とアンギャの戦いの中に描かれているこの男はですね、全く同じです。 中深くご覧ください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。中深く判断して、皆さん自身の目で判断してください。左はイエス・キリスト自身ということになります。メアルマ2000年前のイエスということになりますね。イダ玉のイエスが殺されたのは今から2000年前です。 そうして左がイエス・キリストですね。ですからこの左,左上の人物は今から2000年前のイエス・キリストということになります。そしてそのイエス・キリストが左、に描かれて、左に描かれてますね。繰り返します。これは替え玉のイエスです。頭から血を流しています。 貝玉のイエスは殺されています。そして手には聖痕があります。赤丸で囲いました。ここが今日の第2の重要なポイントですから、注意深くもう一度確認しておいてください。つまり、この貝玉のイエスさんが殺された時の、えー、イエス・キリスト自身の顔が左に描かれているということですね。 この左の人物が後で重要なキーワードとなります。キーポイントとなります。そして右上の黄色い枠で囲ったのは私はローマ兵だと思っています。ローマ兵のカブトを被っています。そして繰り返しますが、この人物、左の人物と中央の人物を比べてみてください。違いがないという点で、この人物は同じ。すなわち右がイエス・キリストでしたから、左の人物もイエス・キリストということになります。繰り返します。右がイエス・キリストでしたから、左の人物もイエス・ スキリストということになりますこの左の人物がバファメットイコールイエス・キリストであったという重要な証拠となりますさて冒頭でお見せしました、えー、絵をもう一度見ていただきます一般にはこれがイエス・キリストと理解されていますそして右がバファメットです見るからに恐ろしい形相をしています 悪魔、サタンと位置づけられています。まあ、世間ではですね、悪魔教と言われています。しかし、右こそが1500年後のイエス・キリスト自身の、えー、まあシンボル的な肖像画ということになります。それをこの動画の中で証明します。ここで重要なことは、常識というのは18歳の時までに作られた偏見の塊であるというあのアインシュタインの言葉です。 つまり、私たちは常識という偏見の塊であるということですね。まあ、人間というのは、外見だけで判断してはいけないということです。神もまた光りということになります。話を先に進めます。ミケランジェロなる芸術家が彫刻したと言われている、ペーター像です。 もう一度ペータ像に注意してください。向かって左側、マリアの今度は、右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。ハンド・オブ・シグナムです。マラノの手と呼ばれています。マラノというのは、隠れユダヤ教徒の別紙語でした。ユダヤ教はカトリックの迫害を恐れて、表向きはカトリック教徒のふりをしながら、陰でユダヤ教を信仰していました。 マラノの手です。現在の法王は、その、えーまあ、そのこの流れを組むですね、マラノの流れを組むイエズス会のメンバーです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。これがマラナス、いわゆるシグナム・マラーノです。マラノマラヌスの手と呼ばれています。えーまあ、イルミナティそれからイエズス会のシンボル、えー 的なハンドジェスチャーです。そのハンドジェスチャーをですね、ミケランジェロがピエタ像の中に表現していたということです。イエズス会というのはイエスの仲間の会という意味です。マリア教と化したカトリック教に対抗して、イエスはこのような形で自分の立場を表明したということになります。これはベロッキオとダビンチの書いた。 イエスの洗礼の絵です。中央に立っているのは貝玉のイエスです。向かって右にいるのはヨハネと言われていますけども、この人物はマラムスの手を表現しています。この、えー、システィナ礼拝堂の神もやはりシングナム・マラノの手をしています。中央の神に注意してください。中指と、えー、薬指がくっついています。えー、向かって左側の女性は後で言いますけども、えー サバジオスの手を表現しています。まあ、ともかくも、えー、マラヌスの手を表現しているということですね。そして、この神も両方とも、えー、マラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。ミケランジェロを通してですね、1500年後のイエスは、このような形で自分の立場を鮮明にしました。アンチ・カトリック、アンチ・マリア教にという立場を鮮明にしました。中指と 薬指がくっついている点に注意してくださいサバジオスの手について説明しておきますペータ像に話を戻しますペータ像の向かって左側マリアの右手は、えー、マラヌスの手を表現していますそして向かって右側マリアの左手はサバジオスの手を表現していますサバジオスというのはトルコ中部の古代の神です トゥルニシアンの神です。その神をフリジアンがバビロニアにもたらしました。右がサバジオスの手です。蛇が絡んでいますから、見にくいかもしれませんけども、このサバジオスの手をマリアの手が表現しているということですね。つまり、トルコの古代の神だということです。これがサバジオスの手です。そしてこれがサバジオ,スで,すジオスです。手に注意してください。 三本指を伸ばし、そして、えー、薬指と小指を曲げています。これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。で、サバジオスについて簡単に説明しておきます。これがサバジオスですね。神の中の神ということになります。フリジアンとトラシアンですね。の父なる空の神を意味するということですね。イタリア在住の研究者の方によれば、フリジアンではなくて、 トリ,トリシアンの神だということですね。そしてそのジオスが後のゼフスにつながっているという説もあります。ともかくもサバジオスというのは神の中の神ということになります。そのハンドジェスチャーをペーター像の中のマリアが表現しているということですね。そして同じくレオナルド・ダヴィンチもサバジオスの手を随所で表現しています。 左の子供はこれは餌です。右の子供がヨハネと言われていますけども、これが神の子ということになります。手のハンドジェスチャーに注意してください。3本指を伸ばして2本曲げてますね。左はこれロンドン版ですけども、やはりサワジオスの手を表現しています。つまり、この子供こそが神であるという証拠になります。左の子供は繰り返しますが、まあ、別のところで証明しましたが、餌です。 ペーター像のマリアは右手でシグナム・マラノ、そして左手でサバジオスの手を表現しています。そしてそのサバジオスの手に注意してください。バフォメットもやはりサバジオスの手を表現しています。つまりバフォメット自身も神であり、そしてイエス・キリストであることを示しています。ハンド・ジェスチャーに注意してください。 三本指を伸ばし、そして二本の指を折り曲げています。そしてダヴィンチなる画家もですね、随所でイエス・キリストの手を表現していますが、この手に注意してください。サバジオスの手です。こうしてサバジオスの手で、バフォメットとイエス・キリストがつながりました。が、皆さんはこの程度では満足なさいませんね。バフォメットが真似をして、まあ、のハンドジェスチャーをしている。 という,ふうに考える人もいるかもしれません。そこで先ほど言いました。えー、デオナルド・ダヴィンチが書いたとされる、アンギャルの戦いにもう一度注意してください。イエス・キリストですね。パフォメットですね。中央がパフォメットです。そして、右がペーター・像ーです。皆、えー、サバジオスの手を表現しています。そして、ポーズも大変よく似ています。やや、向かって、 左側の右腕を上げそして向かって右側の左腕を下げていますね、まあ、基本的なこれがポーズだということですではこの動画の核心部分を説明しますこれら3者は皆共通してサバジオスの手を表現していますそして中央のバフォメットに注意してください同じくサバジオスの手を 表現しています。そのサバジオスの手のひらの中心にえ奇妙な動物が彫り込まれています。明るくしてみるとそれがヤギのような動物であることがわかります。そのコンセプトはバホメットと一致します。注意深くご覧ください。つまり、バホメットは自らを、まあ、このような形で表現したということになります。 そして、失勢な礼拝堂の天井画に注意してください。ミケランジョロなる操り人形芸術家が描いたとされる失水な礼拝堂の天井画です。その随所には奇妙な動物が描かれています。一応、羊ということになっています。が、これは羊ではありませんね。注意深くご覧ください。反転してみると、それはまさしく、バフォメットの顔となります。 バイ、ハヤシ、ヒロシですえ。つまりこのような形で、ミケランジェロもダヴィンチも、そしてバフォメットも、ヤギのような動物を共通して表現したということになります。注意深くご覧ください。これが今日の核心部分です。右はサバジオスの手のひらに描かれていたヤギのような動物ということになります。では、これら三者は誰かということになります。 そこで先ほど説明しました、レオナルド・ダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いを思い出してください。これがアンギャリの戦いです。下で頭から血を流し、息き耐えようとしているのが、これが貝玉のイエスです、えー。手の甲にはですね、聖魂が描かれています。それに起こった、まあ、今から2000年前のイエス・キリストが左上に描かれています。 この人物はイエス・キリストでしたね。そしてその胸に注意してください。その胸にはこのような動物が描かれています。ヤギのような動物です。注意深くご覧ください。この動物と上三者は同じです。繋がります。つまり、先ほども説明しましたように、下の人物は今から2000年前のイエス・キリストということになります。そのシンボリックな、まあ、 動物がこの動物ということになります。この動物を介して上三者は実はイエス・キリストであったということを示しているということになります。つまりこれが証拠だということですね。つまりアン暗闇の戦いの中に描かれているイエス・キリスト自身がま証拠だということになります。こうして四者がつながります。 つまり、これはイエス・キリスト自身、もしくはイエス・キリストを表すシンボリックな動物をデフォルメした神ということになります。少なくともバフォメットはイエス・キリストということになります。人は見かけで判断してはいけませんね。善人悪人を見かけで判断してはいけませんね。神もまたしかりということになります。イエス・キリストは自らを向かって 右側のような、醜悪な自分を表現することによって、まあ、見かけで人をだまさないという、まあ、姿勢をこのような形で示したと、私、林博士は判断しています。が、それは同時に、イエス・キリストの私たち人間に対する優しさであったかもしれません。いかがですかが、その事実をもう一人知っていた人物がいます。それが、アメリカの 初代大統領ジョージ・ョーワシントントですバフォメットを中央に置く俗に言う悪魔教ですが悪魔ではありませんイエス・キリスト自身ですそのことをジョージ・ワシントンは知っていたと思われますジョージ・ワシントンはこのバフォメットを信仰していました左がジョージ・ワシントンの 像です。中深くご覧ください。ジョージ・ワシントンです。このジョージ・ワシントンはですね、自らをバフォメットに似せて、このようなポーズをとっています。左がジョージ・ワシントン、右がバフォメットです。上半身裸で、ポーズは同じです。そして、ジョージ・ワシントンの手はですね、はっきりしませんが、ワシントン記念館に行けば、 わかると思いますその手はサバジオスもしくはシグナム・マラーノの手をしています。パーマイトの中には、えー、シグナム・マラーノの手をしている像もあります。ともかくもジョージ・ワシントンはそのことを知っていたと思われます。そしてそれがイルミナティへと繋がっています。フリーメイソンの上位団体であるイルミナティです。 イルミナティの公式ホームページを翻訳しておきました。この惑星における世界の指導者、全体として人類のさらなる範囲を目指し、とあります。簡単に言えば、フリーメイソンの上位団体ということになります。そしてその精神は現在のアメリカへと引き継がれています。 アメリカのチドル札の裏には I of Prometheus。プロメテウスの目が表現されています。I am watching。私はあなたを見ていますよという意味ですね。そしてそれがバフォメットへとつながっているということになります。バフォメットはイエス・キリスト自身でした。あるいはイエス・キリストを表すシンボルマークでしたね。この左の 枠の方はですね、シグナム・マラノを表現しています。マラヌスの手です。右は、えー、サバジオスの手です。こうしてつながっていきます。そして、現在のアメリカの指導者たちも、やはり同じようなハンドジェスチャーを時々見せています。まあ、このような形で、現在のアメリカに繋がっているということです。バファメットイコール、 1500年後のイエス、キリスト、説、バイ、林、広史ということになります。バイ for now.